新戦湾体育中心は中華人民共和国の新戦士にある多目的スタジアムである2011年に建設された収容人数は2万人、総敷地面積は32.6万平方メートル。鳥の巣の愛称がある北京国家体育場と同様の手法を用いて建築されており上空から見るとスタジアムが眉の形に似ていることから 春眉の愛称がついている。主にサッカーの試合に用いられ、サッカー、中国代表がホームスタジアムとして使用する。隣には、体操競技やバドミントンなど様々な室内競技の国際試合を開催可能な12,737人収容の新鮮体育館や屋内プール、屋内と屋外療法のテニスコートなどを完備している。2011年には、 2011年夏季ユニバーシアード開会式の会場となったほか、複数の競技で使用されている。また、2014FIFA ワールドカップアジア3次予選において、中国代表がイラク代表とのホームゲームをこのスタジアムで開催している。2019年から10年間、WTA ファイナルズの会場に設定している。新鮮地下鉄2号線の後海駅より徒歩2分。 ありがとうございます。